YouTube でちびっこバス太陽を検索してね。今日運行早く終わったね。そうだね。今から何して遊ぶ？そうだな、恐竜が現れた。素早いハンター、肉食恐竜から巨大な草食恐竜まで、恐竜時代にタイムスリップする神秘的な冒険、恐竜特別展でお会いしましょう。まさにこれだ、恐竜特別展の見学に行こう。恐竜、天城さん早く行ってみよう。待って、私も乗せて。何かあったの？誰かに追われてるの。ちょっと早くドアを開けて。確かこっちに来たんだが。早く乗って。ありがとう。あっちだ。一緒に行こう。早く追いかけるんだ。捕まえるんだ。あの車たちはなんで追いかけてくるの？私のものを奪おうとする悪党たちよ。絶対捕まるわけにいかないの。わかった。タヨのダイノキングダムアドベンチャー。シャコでスピード出して走ったら危険だって言ったでしょ。それが…ハナ、お母さん、お母さん、ハナのお母さんだったんだ。よろしくお願いします。よろしくね、私はアンよ。ところで少し変わった洋服だね。お母さんは古生物学者なの。古生物学者？それなあに？古生物学者は地球にどんな生物が生きているのか研究する人のことよ。私はその中でも恐竜の研究に取り組んでいるの。僕も恐竜好き。ところで一体どうやってお母さんと会ったの？怪しい人たちが花のお母さん追いかけてくるんだ。それで僕たちがすぐに助けたのさ。あの人たち悪い人たちでしょ。え、それどういうこと？悪い人たちがなんでお母さんを追いかけるの？これのせいよ。それ何？少し前に化石の発掘現場で発見した宝物よ。それで悪党たちが狙っているの。これ宝物なの？ダイノキングダムと関連があるのは明らかよ。恐竜たちがどこにいるのかを示すものなの。ダイノキングダム？そんなおとぎ話みたいなことをまだ信じてるの？伝説の宝物が発見された。ダイノキングダムも絶対どこかにあるはずよ。悪党たちに追われるなんて、危険なことはやめてほしい。恐竜を探せるかもしれない重要な仕事よ。久しぶりに会ったのにまた恐竜の話？もう恐竜はいないわよ。そんなことはない、恐竜はいるわ。いないってば。ちょっとハナ、実は僕たち恐竜に会ったことがあるんだ。なんですって？そう、ここだよ。この洞窟で恐竜に会ったんだ。そうそう。二人ともどうしたの？恐竜なんていないって。一度調査してみないと。さあ入るわよ。まったく、お母さん。ほら、やっぱり何もないじゃない。
はどこ？知ってる山じゃないよね。別世界に来たみたい。ああ危険よ、早く帰りましょう。こんなところ初めて。まるで恐竜がいた時代に戻ったみたい。みんな、お母さん、もう帰りましょう。ここにきっと何かあるはずだわ。少しだけ回ってみましょう。はい。お母さん、あの女を探せ。はい。大のキングダムは俺たちのものだ。もしかしたらものすごい発見ができるかもしれない。お母さんはいつもそうなんだから。誕生日の時はいつも恐竜のおもちゃ、恐竜カード、遊園地の代わりにいつも恐竜博物館に行って。それはあなたが恐竜が好きだったからじゃない。お母さんが好きだからでしょ。いつも恐竜のことしか考えてないじゃない。ハナ、一度だけでいいの。お母さんのこと理解して。お母さんにとって重要なことなの。そう、お母さんは私より恐竜が重要よね。喧嘩しないで。これ何？Yeah.
恐竜に会ったって本当だったのね。本当に恐竜に会える日が来るなんて。よくやった、恐竜が蘇ってくれた。恐竜狩りを始めるぞ。はい。抵抗しない方がいいぞ。お母さん、お願い助けて。どうしよう。この恐竜の名前は何？この恐竜の名前はパキケファロサウルスです。頭突き恐竜の隊長よ。頭突き恐竜の隊長。こうやっておでこでグンガンガンガン。ハナ、そうよ、お母さん、パキケファロサウルスよ。パキケファロ、すぐにほどくから。ありがとう。逃がさないぞ。やあ、諦めるんだな。娘をいじめるなんて身の程知らずね。恐竜たちにもう攻撃しないで。こんなところでやられるか。ありがとう。ところでさっきのあれ何？パキパキ。ああ、パキケファロサウルス？頭突き恐竜の名前なの。まだこんなに長い名前を覚えてるなんて驚いたわ。お母さん、ずっとお母さんの話を信じてあげられなくてごめんなさい。そんな、私もハナならきっと同じだったわ。私こそ恐竜探しで一緒に過ごせなくてごめんね。大丈夫よ、お母さんの話が本当だってことをみんなに知らせることができるんだし、よかったわ。そうかな、お母さん。ギュー。さあ、これはあなたたちのものよ。ダイノキングダムは永遠にあなたたちだけの秘密になるわ。ギュー。お母さん、元気でね。また絶対会おうね。危険なことがあったらいつでもこのロギ様を呼ぶんだぞ。やっぱり僕って人気者だな。
ロギー何か活躍でもした？僕がかっこよくティナを守る姿見てないの？そう、見なかったな。博士、ダイノキングダムはどこにあるの？本当にいるの？います。あ、ダイノキングダムは恐竜を愛する私たちの心の中にいつも生きています。わー、そっか。ああ、アン博士、とても素晴らしかった。ありがとうございます、教授。ああ、ちょっと失礼するよ。ええ、博士、ダイノキングダムの手がかりをつかみました。トロギは今日お休みです。二人で川のそばに遊びに来ました。いや、ほらロギ、キャッチして。よし、ロギ、わざとぶつけただろ。あんなのが取れないなんて思わなかったよ。なんだとロギ。よし、やるか。楽勝だよ。じゃあこれはどうだ。やあ、まずい。太陽のせいで落ちたんだぞ。ロギが避けたからだ。とにかく早く拾おう。ねえ、早く拾ってよ。動くなよ、揺れるだろ。もう少し、もう少しで取れる。あれれ、ねえ、なんか変じゃない？何が？は？うわー、大変だ。岸から離れてる。動くな、落ちるぞ。わかった。あれ、ボンボンじゃない？ボンボン！あれ？太陽、そこで何してるの？会えてよかった。助けてくれ。面白そうだね、僕も乗せてよ。遊んでるんじゃないんだって。困ってるんだよ、ボンボン。とにかく早くルーキーとパッドを呼んできて。違うだろう、エアーに来てもらった方がいい。ダメだよ、ルーキーを呼ばなきゃ。エアー、ルーキー、エアー、誰を呼んでくればいいの？誰か連れてきて。わかった、誰か連れてくる、誰か連れてくる。誰かって誰だろう。パンダさんだ。はい、どうぞ。かわいい風船。楽しい。バンバン、ここにいたの。ケリー、行きましょう。今日は修理工場に行く日だったでしょ。あ、そっか。出発するわよ。はい。あらあら、ボンボンはタヨとロギに頼まれたことを忘れちゃったみたい。もう全部ロギのせいだぞ。タヨがいなきゃこんなことには。お腹が変な感じ、なんだかガスが出ちゃいそうだ。何やってんだよ、動くなって。実は、なんだよ、いきなり。ど
っと遠くに来ちゃったじゃないか。だって出ちゃったんだもん。大丈夫、ボンボンがもうすぐ誰か連れてきてくれるから。ケリー、どうしてここに来たの？体に悪いところがないか調べるためよ。強い子になれるようにね。みんないらっしゃい。うわ、注射だ、注射機は。あのね、みんな、これは全然怖くないのよ。どうしてボンボンは帰ってこないんだ？こんな風に待ってるだけじゃなくて、ハナに電話すればいいんだ。そうか、やってみろ。みんな泣かないで。もうどうしよう。電話に出ない。ほんと？もう一度かけてみて。鳥さんだ。かわいいね。一人ぼっちなの？え、寂しいんだね。友達がいればいいのに。はロギの変な歌声にびっくりして飛んでいってしまいました。お日様見て。もういいよロギ、みんないなくなった。はあ、助かった。でもどうして飛んでったんだ？ちびっこバス、タヨ。よしね、やってみたら全然痛くないでしょ。あとどのくらい待ってるの？順番に一人ずつよ。もう少し待っていましょうね。でもつまんないよ。ほんと、タヨがいたら一緒に遊んでもらえたかもね。タヨ？あ、そうだった！お待たせ、ボンボン。あなたの番よ。ダメ、ボンボン行くところがあるの。行くって、どこに？誰か連れてかなきゃいけないの、誰か。ボンボン、検査が嫌だからってダダこねちゃダメよ。違うよ、連れてきてって言われたもん。大丈夫よ、ボンボン。おいで。いい子だからね。ボンボンはいつ戻ってくるんだろう。僕たち遠くに来すぎたかも。もう電話も繋がらないんだ。それはまずいな。あれ、スピーディーとシャインか？呼んでみよう。スピーディー、シャイン。あれ、タヨとロギか？うわ、船に乗ってる。楽しそうだな。おい、俺たちも乗せてくれ。こっち見てるよ。シャイ、助けて。なんて言ってるんだ。早く来いって言ったか。どうやって行くんだよ。聞こえないみたい。あれれ、どうしたんだ。あれ、向こう向いちゃったぞ。早くあっちを向かなきゃ。ロギ、またお腹が痛くなってきた。何？ダメ、今はダメだ。我慢しろ、タヨ。もう我慢できないよ。あれも行っちゃった。すっごく早いな。チッ、あいつらだけで楽しんで。そうだ、ずるいよな。赤ちゃんカーたちの点検は全て終わったようです。お疲れ様。子供たちがぐずって大変だったけど。いいえ、みんな無事に終わってよかったわ。ありがとう。じゃあ出発するわね。さようなら。ちょっと休もうかしら。ただいま。あら、おかえり。楽しかった？タヨとロギはどこ？まだ帰ってきてないの？僕たち一緒じゃなかったよ。そうなの？もう暗くなってきたのに電話してみようかしら。あら、タヨから電話があったんだわ。どうしたのかしら。この電話番号は県外でつながりません。つながらないなんて、おかしいわね。どのくらい流されたんだろう。わかんない。なんだか流れも強くなってきちゃった。はぁ、うわぁ。
しろ。わかった、ごめん、出ないよ。もうダメって言った時はすごいおならしたのに。本当に出ないんだ。やるっきゃない。危なかった。ロギー、すごいじゃないか。タヨ、ロギー、町中探したのにどこにもいないみたい。そうだな、二人ともどこにいるの。あら、パッドとハートだわ。ねえ、どうかしたの。ケリー、タヨとロギがいなくなっちゃったの。電話もつながらなくて。ほらもう、どこかで見かけなかった。見てないわ。どうしたのかしら。そう、タヨとロギ。あ、そうだ。怖い、もう真っ暗だ。本当、でもロギと一緒でよかった。一人ぼっちだったらもっと怖かったと思う。タヨ、あのさ、さっきはごめんね。うん、僕が悪かった、ごめんなさい。反省してるんだ。タヨ、なんとか頑張ろうぜ。そうだね、きっと誰かが助けに来てくれる。は？うわ、外れてきた。うわ、離れちゃう。うわ、ロギー、タヨ、もうどうすればいいんだろう。誰か助けて。あれ、いや。一体どうしたの。すっごく心配したのよ。大丈夫かい。はい、大丈夫。危ないところだったんだぞ。ボンボンが教えてくれてよかった。うん、ごめんなさい、僕遅かったよね。二人とも、とっても怖かったでしょ。でも一人じゃなかったから、そんなに怖くなかったよ。そうそう、一人ぼっちだったらもっともっと怖かった。もう喧嘩しないからね、ロギー。もちろんだよ、親友だもんな。よし、みんなもう遅いから帰ろう。タヨとロギは無事に帰ることができました。仲直りもできたし、本当に良かったですね。新しい救急センター。仕事を終えたちびっこバスたちはニュースを見ています。あ、始まったよ。この町の安全を守る新しい救急センターが明日オープンします。メンバーのパッドとルーキーは町の警備を担当します。フランクは勇敢に火事に立ち向かい、アリスは慎重に患者を搬送します。そして素晴らしい救急ヘリコプターエアーもこのセンターで暮らします。あー、みんなで一緒に働くことになりまして、全力を尽くします。頼れる存在になります。街を守る車が勢ぞろいだね。ルーキーとエアーも一緒よ。はあ、みんな揃うとスーパーヒーローみたいだね。ほんと、なんだか眩しい。そうだね、ハナ、明日みんなに会いに救急センターに行ってもいい。いいわよ、じゃあみんなで行きましょう。ほんと。いよいよ本日、救急センターがオープンします。はい、そこでいいですよ。はい、みんな一緒に笑ってください。すごい、最高です。あれ見て。うわー、スターみたいだね。みんなかっこいい。本当にそうね。いいですね、ルーキー。見てよあれ。おめでとう。あー、アナ、どうもありがとう。ルーキー、僕たちにも中を見せてくれない？お願い。いいよ、じゃあみんなこっちにおいで。やったー、楽しみだな。楽しみ。うわー、ここすごいわね。まあね。ねえ、これ全部ルーキーが操作するの？もちろんさ。あら、ところでこれ何？あら、ダメだよ。え、どうしたの？これは緊急警報だ、勝手に押しちゃダメだよ。やだ、緊急警報。ごめんみんな、今のは間違いだ。間違えてボタンを押したんだ。
そう、私のせい、ごめんなさい。本当かと思ったよ。ここは俺たちの車庫だ。僕たちの家とあんまり変わらないね。そう思うか。君の場所に入ってみていい？ああ、どうぞ。まあ、なんか普通の車庫だな。は？出動準備。ええ、消火機器装備中。なんだこれ。装備中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 。こんな車庫に入ったの初めてだよ。俺の出動準備を自動でしてくれるロボットさ。ロギったらまた迷惑かけてるの？違うよ、僕はただ。新しい救急センターの1日目が終わりました。よし、みんなお疲れ様。ルーキーもお疲れ様。これから緊急の時はみんな一斉に出動ね。うん、そうだ、みんなで力を合わせれば何だってできるようになる。うん、そうだ、僕たちがいればこの町は心配無用。初日から完璧なチームワークだったしな。その通り。よし、みんな目いっぱい頑張ろう。了解。じゃあ、ワン、ツー、スリー、レッツゴー。その夜、みんなはすぐ眠りにつきました。お、なに、え、緊急警報だ。わかった、急ぎましょう。うん、はっ。どうしたんだ？あれ？緊急警報じゃないぞ。ん？パッドはどこだ？ああ、待てよ、もしかしたら。みんな行くぞ。なんだ？パッドは眠ってる時にサイレンを鳴らす癖があるんだ。まさか一晩中やらないよね。そこの車。いつサイレン止めてくれるの？すごく大きい声なんだけど。今すぐ止まれ。パッドのサイレンと寝言のせいでみんな眠れませんでした。ああ、みんなよく眠れたか？全然眠れなかった。僕も。パッドの大声のせいだよね。みんな、おはよう。ああ、いい朝だな。おはよう、パッド。おい、なんでそんなに落ち込んでる？元気出せよ、ルーキー。パトロールに行くぞ。ああ、わかったよ。なんだよ、俺たち眠れなかったんだぞ。ちびっこバス、タヨ。フランクはみんなが出かけている間に消火訓練をしています。ああ、今日は寝不足でいまいちだ。よし、もう一度やってみよう。一体何なんだよ。ごめんよ、訓練してたんだ。フランク、訓練は大事だが、みんな一緒に暮らしてるんだから注意してくれ。わかったよ。でも訓練には広い場所がないと。ただいま。あら、みんなここにいたの？お客様を連れてきたわよ。じゃじゃーん。迷子みたいだから連れてきちゃった。飼い主が見つかるまでここにいればいいかなって。なんだって？来ないで、やめて。ルーキーは子供の頃犬に噛まれたことがあって、だから怖いんだ。危ない犬じゃなさそうだぞ。でもルーキーは困ってる。私たちだってパッドには困ってるわ。はあ？どういうことだ？おや？やあみんな、いいタイミング。昨日の夜眠れなかったってパッドに言ってくれ。え？昨日の夜？そうだ、言ってやれ。そうよ。あ、悪いけどまたパトロールに行かなきゃ。エア！センターのことなんてどうでもいいのね。エアーは何も言わなかったぞ。何なんだ。とにかく救急センターは動物禁止だ。じゃあこのかわいそうなワンちゃんを捨ててこいって言うの？それは…でも動物はダメだ。
救急センターは険悪なムードになってしまいました。こんなのないよ。思いっきり訓練もできない。みんな一緒っていいことばかりじゃなかったみたいね。別々の方が良かったのかもしれない、うん、そうだな。前は怖い犬もいなかったし。あ？火災発生。カズラ、カズラ。緊急警報だ。行きましょう。自動車のショールームで火災発生。すぐ来てくれ。了解。うん、先に進まないと。すみません。ここは俺に任せろ。火災が発生した。ここを通してくれ。緊急事態なんだ。うわあ。さあ行くぞ。急ごう。了解了解。パッドの大声は結構役に立つな。おお。どっちだ。みんなこっちだ。よし、みんな、うん、行こう、こっちです。気をつけてください。訓練の成果が出てるみたいだ。すごいぞ。急いで、こっちです。ルーキー、ありがとう。どういたしまして。うわぁ、脅かすなよ。どうしたの、ラッキー。どうして吠えてるんだ。あ、わぁ、助けてくれ。こっちにもいる。エア、屋上にまだ人がいる。了解、任せて。助けて。さあ、乗って。ありがとう。君のおかげで救出できたよ。うわぁ、やっぱ怖い。うん、エアーが早く見つけてくれたから被害が大きくならなかった。ありがとう、エアー。だからパトロールはサボっちゃいけないんだ。それにフランク、お前もすごかったぞ、うん、いつも一生懸命訓練してるからだな。なんでもないよ、パット。ん？さっきはありがとう。あなたがいなかったらあんなに早く着かなかった。どういたしまして。救急センターの新しい一日が始まりました。おみんな、緊急警報だ。出動準備、出動準備。緊急機器装備中。消火機器装備中。装備完了。出動準備、出動準備。準備はいいか。はい。出動だ。救急センターのみんなは一致団結しました。これからも活躍してね。